ドラえもんといえば大山信代さん。僕ドラえもんです。どっちも自分が正しいと思ってるよ。戦なんてそんなもんだよ。昭和後半から平成前半に生まれた方々にとってドラえもんといえば、多くの人が大山信代さんの声を思い浮かべるのではないでしょうか。その世代で大山さんはドラえもんの声として非常に有名ですが、彼女が幼少期にその独特な声で苦労したこと、またドラえもん以外に数々の人気アニメキャラクターを演じていたことをご存知でしょうか。今回大山さんが担当したキャラクターと彼女の驚きの生い立ちとキャリアについて詳しくご紹介します。じゃあ早速始めるのだ。大山信代さん、本名山下信代さんは、その独特のハスキーボイスでドラえもんとして広く知られていますが、実はこのユニークな声質が幼少期には苦労の原因となっていました。1933年10月16日、東京で13人兄弟の末っ子として生まれた大山さんは、幼稚園の入園式でその個性的な声を披露した際、保護者たちが一斉に振り返るほどでした。しかし本人はその反響に気づかず、母親からは黙ってればおやつをあげると言われるほどおしゃべりな性格だったそう。小学校に入学してからは、その声のために男みたいな声と言われることがしばしばあり、出席を取る際にも教師から変な顔をされるなど、次第に自分の声にコンプレックスを抱くようになりました。中学に進学すると、同級生からもお前の声はおかしいと指摘され、自分の声を嫌悪するように。これが原因でいじめに遭い、無口になってしまったことも。確かにユニークな声は下手すればただの変わった声として捉えられがちなのだ。特に声優という職業が今ほど一般的に認知されていなかった時代においては、その特徴がいじめの原因となることもあったかもしれないのだ。しかし母からの助言、声が変だからといってその弱いところかばってばっかりいたらもっと弱くなる、声を出すような部活動をしなさいと背中を押され、放送研究部に入部。ここでアナウンスや自作のラジオドラマを行うようになり、当初は周囲や担任から反対されたが、毎日のように校内放送で話しているうちに誰もからからかわれなくなったとのこと。後に演劇部に誘われて入部。初舞台はシンデレラの警棒役でした。高校時代演劇部と水泳部に所属していたが、母が42歳の若さで子宮癌で亡くなった後、演劇の道は本格的に歩み始めました。ただその過程で声優としてのキャリアもスタートすることになる。42歳で亡くなった。本当に若すぎるのだ。でもどのような経緯で声優としての道を歩むことになったのだ。大山信代さんは演劇の道を本格的に歩み始め、役者としてだけでなく声優としても活躍しました。母の死後、役者として手に職をつけたいと考え、1954年に高校在学中に劇団俳優座養成所に入所しました。しかし役者を目指すことに反対していた父からは、役者になるのは出ていけと言われ、家を出て一人暮らしを始めました。大山さんの夢を応援していた兄からの仕送りを受けながらも、それだけでは生活が成り立たないため、様々なアルバイトをしながら生計を立てていました。それでも大山さんはアルバイトをしながら厳しい養成所で一生懸命に役者としての技術を学んでいきました。この時期、テレビの登場が役者たちにとって新たな仕事の機会となり、その中で彼女は1956年に NHK ドラマ「この瞳で」女優デビューを果たしました。その後、養成所の卒業公演で舞台に立った際、一人のプロデューサーの目に留まり、さらにドラマへの出演機会を得ました。そして1957年に劇団新人会に入団し、演技活動を本格化させました。今までドラえもんの声優としてしか知らなかったから、役者だったってことは全然知らなかったのだ。彼女のユニークなキャラクターと演技力が評価され、面白い子、新劇出身の喜劇役者としていくつかのお笑い番組も出演するようになりました。そしてある時、知人の関係者から、あなたの声は少年の役に向いていると評価され、1957年に名犬ラッシーのポーキー君の吹き替えで声優デビューを果たしました。このデビューを経て、1960年に人形劇ブーフーウーでブーの声を担当したことがきっかけで、その後様々な声の仕事を演じるようになりました。ここからどういう経緯でドラえもんの役を獲得したのだ。なんだよ、つまんないの。せっかく昼寝しようと思ってたのにさ、洗濯したりアイロンかけたり、食事を運んだり、靴を磨いたり、僕もくたくた。どういうつもりなのかね、岩波先生は。誠に遺憾に存じます。とよし、助けてくれたね。礼を言うぞ。僕はマケドニアの都ペアから来た王子アレキサンダーだ。君たちは僕をマケドニアに連れ戻してくれるんだね。名前は何ていうの。大山信代さんは1960年代からドラマを中心に女優業で活躍し、同時にタレント活動も積極的に行っていましたが、この時期には声優としての活動も増えていきました。1960年代には巨人の星や妖怪人間メムなどの人気作品に参加して、1965年にはアニメハッスルパンチで初主演を務めました。僕たちおじさんなんかの指図は受けません。無駄だからおよしよ。どうした方がいいのにな。個人的に特に驚かされたのは、サザエさんの初代磯野カツオも演じていたこと。気をつけろよ、怪我でもしたらどうすんだ。いいんだいいんだ、返してあげるよ。ほら冗談じゃないよ。僕はこの通りピンピンしてるよ。
ただ1970年代には人を傷つけるようなアニメが増えたことと、時代劇やテレビドラマなど他の仕事は多忙を極めたため、一時声優業から離れていました。その間、ハリスの風で録音監督を務めていた方からドラえもんの役のオファーがあり、ドラえもんのコミックスを購入し、一晩で15冊読み終えた後、大人でも楽しめる SF 作品だと感じ、この役を引き受けることを決心しました。大山さんは自分なりにドラえもんを様々に試して収録に臨みましたが、その際にセリフに独自の変更を加えました。それは原作のドラえもんは一人称が俺でしたが、大山さんは僕ドラえもんですというセリフを自ら考案しました。この言葉遣いの変更は子供が見る作品ということを前提に悪い言葉を使わないよう心がけたものであるとのこと。ただこの勝手な変更について藤子 F 不二雄先生の反応が非常に気になっていたため、初めて先生に会った際にドラえもんの声いかがでしょうかと尋ねたところ、先生はドラえもんってああいう声をしていたんですねと褒めの言葉をいただき、これにより大山さんは自信を持ってドラえもんの声優としての役割を果たすことになりました。こんにちは僕ドラえもんですはアドリブだったとは知らなかったのだ。ちなみに大山さんは初代ドラえもんと勘違いされることが多いですが、厳密には3代目の声優でした。え、そうなのか。その他にもドラえもんに関するエピソードはあるのか。僕はミコちゃんに褒められるまで辛いけど漫画に漫画を重ねる、いやもとい我慢をするぞ。だってこのペンダントお母ちゃんの形見だもん。僕知らないんだ。でも僕が世界一強くなった時に開くんだって。え、情報って何のこと？おへそか。俺には大事なへそなんだ。俺の父ちゃん母ちゃんを探す目印だからな。あ、なるほど。これ戦闘機。冗談でしょ。俺が運転できるわけないでしょ。そういや、みんなどっかでお目にかかったような。大山信代さんにとってドラえもんは単なるキャラクターではなく、彼女のキャリアを象徴する重要な役、そして彼女にとってこの役は完璧なハマり役であり、大変愛着を持っていました。そんな彼女のドラえもんとの思い出や関連エピソードは数多く存在するので、いくつかのミニエピソードとしてご紹介します。大山信代さんはドラえもんとしての役割を通じて多くの独自の要素を生み出しました。彼女が自ら考案したこんにちは僕ドラえもんですというセリフのように、ドラえもんの特徴的な笑い声も大山さんのアドリブから生まれました。放送が始まって12、3年経った頃、ドラえもんの笑うシーンで文字通りに笑ってみようと試したのが始まりでした。この笑い方について大山さんは、この発声を始めた当初自分自身で面白いと感じていましたが、それが視聴者にも受け入れられ、面白い可愛いと評価され、それ以降ずっとこの笑い声が定着しましたと説明している。大山信代さんは26年間ドラえもんの声を演じましたが、その期間は共演者たちとも深い関係を築いた時間でもあります。彼女は長年にわたりのび太役の大原のり子さん、静香役の野村美智子さん、スネ夫役の肝付兼太さん、ジャイアン役の立壁和也さんと共演し、特に親交が深かった。特に同性の大原さんと野村さんとは3人で国内外を旅行するほど親しい関係でした。過去には収録時のマイクの位置が離れていたために大原さんとの不仲説が週刊誌に報じられたことがありますが、その真相は異なり、大山さんが愛演家であるためドア側のマイクを使用し、犬猿家の小原さんが一番奥のマイクを使用していたため、単に好みの問題だったとされています。大山信代さんにとってドラえもんはただの役以上の存在で、まるで家族のように大切に思っていました。彼女はドラえもん関連の商品を見つけるたびに購入し、自宅にはドラえもんボックスと名付けられた大きな箱を用意して、私がドラえもんと共に歩んできた記念として数多くのドラえもんグッズを収納していました。徹子の部屋に出演した際は、自分の声で収録されたドラえもんの目覚まし時計で毎朝起きると語っていました。結婚はしていたが子供がいなかった大山さんにとって、ドラえもんは我が子のような存在であり、ドラえもんを演じるようになってからは他のアニメ作品への出演オファーを全て断っていました。2001年に大山さんが直腸がんの手術で長期入院した際も、彼女は病気と戦いながらもドラえもんの収録だけは休まないという強い希望を持っていました。入院中には病床にドラえもんのぬいぐるみを持ち込み、ねえあなただったらどうする、せっかく22年もあんたと一緒に楽しくやってきたのに、私だけいなくなったらあんたどうすんのと話しかけることもあり、涙を流すことがあったそう。このことから夫の佐川圭介さんは、彼女にとってドラえもんがどれほど大きな存在か、その時改めて実感したと振り返っています。ドラえもんの役を担当してから、このキャラクターは大山信代さんにとって子供のように大切な存在となりましたが、食用癌との闘病中に彼女の心の中で重要な変化が生じました。前述した通り、大山さんは病気と戦いながらもドラえもんの収録を休むことはありませんでした。しかし実は癌手術での入院は夫と事務所のみが知る事実で、他のキャストは全く知らされていませんでした。他のキャストが先に録音したものがたまると、体調を見ながら病院からスタジオへ急いで駆けつけるという状況でした。
。この時大山さんはガンという重い現実と向き合いながら、もし自分に何かあったら愛してやまないドラえもんに傷がつくかもしれない、急な入院で周囲に迷惑をかけることになると内心思い悩んでいました。その結果これが引退のタイミングかもしれないと決意し、スタッフに申し出ました。当初は長年の共演者やスタッフからの強い説得があり引き止められましたが、この時から関係者内では次のドラえもんの声はどうするかという話が持ち上がるようになりました。一時は後任を立てずに大山さんの合成音声で対応する案も出ましたが、大山さん自身は合成ではなくドラえもんの気持ちを理解できる人にバトンを渡したいと願っていました。そして2004年春にスタッフから正式に交代を打診され、他の声優陣との話し合いを経て2005年3月にはキャスト全員と共に番組を卒業することが決定しました。2005年3月18日の特別番組ドラえもんオールキャラクター夢の大集合スペシャルが彼女にとっての最後のドラえもん演技となり、その1週間後の映画ドラえもんのび太のワンニャン時空伝の CM でのお別れコメントで、長年愛されたドラえもん役から引いたのでした。大山信代さんはドラえもん役を引退した後も後進の育成に力を入れ、エッセイストとしての執筆活動やタレントとしてのテレビラジオ出演を中心に活動しており、声優業はほとんど行っていなかったが、ある役へ非常に衝撃的な印象を残しました。ドラえもん引退後彼女の功績は多くの賞で称えられましたが、2008年に脳梗塞を発症し緊急入院をしました。ただ治療とリハビリを経て数ヶ月後には日常生活に支障がない程度に回復し活動を再開しました。活動を再開した後大山さんは声優として特別な意外な役を演じました。それは2010年に発売された PSP ゲーム弾丸論破希望の学園と絶望の高校生でのモノクマ役。モノクマは外見は可愛らしいが性格はその裏腹に狂気を秘めたロボットで、大山さんのこれまでの温かみのある声とは異なる新しい一面を見せる役割でした。ぬぐるみじゃないよ、僕はモノクマだよ。お前らのこの学園の学園長なのだ。お前らにさせたいこと、それはね、絶望、それだけだよ。大山さんは最初はこの役を躊躇していたものの、実際に声を試してみると大丈夫かなと感じ、最終的に役を受けることになり非常に満足した役となりました。ちなみにこのキャラクターはドラえもんを連想させるセリフや設定が含まれており、ノブエモン世代にとっては特に興味深い作品となっています。弾丸論破のヒットを受け、2012年にはその続編弾丸論破2が発売され、大山さんはこの作品で再びモノクマ役を喜んで演じました。しかしその年の秋にはアルツハイマー型認知症の診断を受けるという残念な出来事がありました。当初彼女の夫である佐川さんはドラえもんや彼女のイメージを崩す可能性があるとの理由からこの状態を公にすることを躊躇していましたが、知人のアドバイスにより2015年に佐川さんがラジオ番組にゲスト出演した際に初めて公に病状が公表されました。公表後大山さんは活動を継続しましたが、公の場に現れることは減りましたし、仕事の範囲はメッセージ収録など限られたものになりました。2014年から2016年にかけてはウェブアニメお肉大好きゼウシ君にミヌタ役で出演しましたが、これが現時点での彼女の最後のアニメ作品となりました。弾丸論破のモノクマ役はその後ジーマルコちゃんでマルコちゃんの声を担当していたタラコさんが引き継ぎました。そして残念ながら夫である佐川圭介さんは2016年に尿管癌と診断され、自身のがん治療に専念するために大山さんを老人ホームに移す決断をしました。夫婦には子供がいないという理由もあり、佐川さんは愛する妻を残していきたくないと願いながら治療を続けましたが、2017年6月に脳梗塞で倒れ、7月に容体が悪化し亡くなりました。現在大山さんは老人ホームで生活しており、彼女を見守るマネージャーが面倒を見ています。2017年時点での報告によると認知症は進行していますが健康状態は比較的良好。大山さんは合唱などの活動に積極的に参加しており、老人ホームでの人気者として他の入所者との交流を楽しんでいます。現在多くの旧ドラえもんレギュラー陣が亡くなってしまい寂しい気持ちになるのだが、大山信代さんが楽しく過ごしているのであればこれからも長生きしてほしいのだ。ドラえもん役から離れてすでに20年近くが経過していますが、大山信代さんの声は今でも多くの人々の心に残っています。もし大山さんにまつわる面白いエピソードがあればぜひコメント欄で教えてください。ちなみに弾丸論破シリーズのモノクマ役を引き継いだタラコさんは残念ながら2024年にお亡くなりになりましたが、彼女も大山さんに負けず劣らず最後までマルコちゃんへの愛に溢れていたことはご存知でしょうか。そんなタラコさんを紹介する動画も当チャンネルでございますので、ぜひチェックしてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。